久木親王は、鎌倉幕府第8代聖医大将軍、第89代五深格天皇の第6王子。昭和2年9月、いとこの前将軍、これス親王が刑に創刊されたことに伴い、聖医大将軍に就任した。幕政の実権は、特捜法条貞時が一貫して握っており、将軍は名目的な存在に過ぎなかった。 ゆえに在職中の業績は特になかったが、冷静試すけを和歌の主としていた、久明新王は鎌倉歌壇の中心として歌合わせを主催しており、佐時も複数の和歌を久明新王帝で読んでいる。新王自身の和歌も22種が、新五線和歌集、玉葉和歌集、俗線在和歌集など8つの直線集に密集している。延響元年8月に、 貞時によって将軍職を廃され、刑に創刊されて出家した。交代する形で8歳の森国新王が将軍となった。鎌倉幕府の皇族将軍は先々大創村、新王、仙台、コレヤス新王と宝畜同然の形で京都へ送還されていたが、久明新王の場合刑へ送還された後も、幕府との関係は平穏であったようで、 火力3年に53歳で皇居した際には、幕府は50日観察を停止し、翌年正月には百0日法要が、鎌倉で行われている。森国新王の他に、加藤の死である、霊勢為助の娘との間に生まれた、久吉新王がいる。久吉新王の次男は、親戚高下市手十一意見大納言まで登っている。また、鎌倉幕府滅亡後に、 天台雑誌となった生恵みも、久明親王のことする説もある。ありがとうございます。